サソリザ・シグマ星はサソリザにある恒星です三等星。ヒッパルコスによる視差の測定より地球からの距離は696光年と推定されている。2007年にノースラはさらに正確な568プラス75から59光年という推計値を出した。恒星系の主星は二重線の分光連星であり望遠鏡では改造できない。 その代わり、ドップラーシフトによるスペクトルの変化から軌道は確定しており、33.01日の軌道周期で軌道離心率は0.32と推定されている。連星系の主星サソリザ・シグマ星 A は、スペクトル型 BH3 から巨星 A の進化の途上にある。太陽質量の約18倍、太陽半径の約12倍で、 有効温度26,150系の外装から、太陽の29,000倍の光を放出する。ケフェウスザベータ型変更性であり、主等級はプラス2.86からプラス2.94まで0.2468429日、0.239671日、8.2日の複数の周期で変化する。それぞれの周期で、構成の温度は4,000系2,000系の範囲で変化する。 万世のサソリザ・シグマ星 B は、スペクトル型 B1V の主系列星である。この連星の周りを約0.5秒離れて100年以上の周期で、交転するのが、プラス5.2等級のサソリザ・シグマ星、C である。この距離は少なくとも120天文単位で、太陽と海王星の距離の約4倍である。さらに遠く、約20秒。 4500天文単位以上離れた12プラス8.7等級の B 級型の主系列性であるサソリザ・シグマ製 D がある。その位置、若さ、空間速度からサソリザ・シグマ製系はグールドベルト、特にサソリ・ケンタウルス・オビー・アソシエーションのサブグループサソリザ・ジョーブ・アソシエーションのメンバーであると考えられている。最近の年代推定により サソリザシグマ星の年齢は800万歳から1000万歳とされ、主系列星の段階にあると考えられている。これは、このサブグループの年齢が1100万歳と推定されていることとよく一致している。型有名のアルニアとは、アラビア語で動脈を意味するアルニットに由来する。これは、もともとシグマ星とタウ星から構成されるアステリズムの呼び名であった。 2017年2月1日に国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループはアルニットをサソリザシグマ星 AA 1の固有名として正式に承認した。ビクトリア州北西部のブーロン族はこの構成とサソリザタウセをアンタレスの妻とみなしていた。ありがとうございます。